見事なものだな。聖女ジャンヌ。いや、今の私は聖女ではない。そなたと同じ一階の騎士だ。ではこちらで。そなたが一人で訓練しているところを見かけてな。よければ手合わせ願えるだろうか。喜んで。遠慮はいらない。あなたこそ素晴らしい腕をお持ちだ。剣技はどちらで？昔ゴランに教わった。そうでしたか。では槍の手ほどきも彼に？いや、マルテは神の槍だ。ミカエル様のお力あってこそのもの。使い手の力量など関係ない。神のご加護がなくなった今はただの撤回に過ぎないがな。ジャンヌ様。そなたと同じ一階の騎士だと言っただろう。ジャンヌと呼んでくれて構わない。さて、もう一戦頼めるだろうか、カイザル隊長。はい、ジャンヌ。どうぞ。すまない。しかし強いな。手も足も出なかった。恐れ入ります。その剣に死はいるのか？本流は父の剣技です。ですが腐れ縁の賞金稼ぎの影響も少し。道理で正当な騎士の剣とは違うわけだ。聞いていいか、なぜ騎士団に残った？その賞金稼ぎと共に生きる道もあったのでは？そなたら二人であれば金に困ることもないだろう。とんでもない。奴は稼いだ賞金をその日のうちに使い切ってしまうような男です。一緒に旅をするなど身を滅ぼすだけですよ。自堕落な生き方だと思います。だが一方で私はその生き方に憧れていたのかもしれません。他人に左右されず自分の意思、自分の生き方を貫き通す、そんな奴の生き様に不本意ながら学ばされました。自分の生き方、それを考えた時、私はやはり騎士として生きたい、父のような誇りある騎士でありたいと、そう思ったのです。自分の生き方を見失った者は一体どうすればいいのだ。村娘だった私はある日突然神の啓示を受け、周囲から聖なる騎士と崇められた。皆の期待を背負い、神の言葉に従い、剣を取り、そして戦った。結果は、そなたも見ていたろう。魔に染まり、皆の期待を裏切り、挙句には神を、ミカエル様までこの手に。ジャンヌ。私からも一つ質問をよろしいでしょうか。あなたはなぜ今もオルレアン騎士団に？それは過去への償いですか？騎士団長として成果を上げればその償いは果たせると。違う。あの日失われた命がそれで報われると。違う。償いなどできると思っていない。だが何もせず過去から逃げていたくない。騎士でいることで皆の役に立つのなら、
私は騎士であり続けたい。それで良いのではないでしょうか。あなたは騎士としてオルレアン騎士団に残ることを選んだ。聖女として戦い、その力を失った後も平穏のためにその身を捧げている。そんなあなたの生き方を私は尊敬します。もしあなたに助けが必要とあらば、私がお手伝いいたします。ありがとう、カイザル隊長。しかし、そなたがこうも饒舌だとは知らなかった。生き方ついでに口の軽さも学んだのか。何を言うんですか。そんなわけあるはずがないでしょう。聖女ジャンヌともあろうお方が、なんという冗談を。